メディアを再生する、用心無用前編、字幕なし用人無用とは、1923年公開のアメリカ合衆国のロマンティックコメディである。近年は、ロイドの用心無用のタイトルで知られている。1977年に、東方東話のプレイロイドシリーズとして、リバイバル上映したときは、ロイドの用心無用という放題も付けられた。主演のハロルドロイドが、 高層ビルの時計の針にぶら下がっているシーンは、サイレント映画を代表する名シーンで、後の映画で何度もオマージュされている。工業的にも、批評的にも、大成功で、ロイドの人気を、決定的なものにした。現在でもリバイバル上映され、ロジャー・イーバートなどから映画史に残る、傑作コメディ映画の一本と、評価されている。第一回キネマ巡報ベスト展では、 娯楽的に最も優れた映画の第3位に選出されている。この映画の現代、セーフティーラストは工事現場などで使う安全第一の文字である。実は4年前、ロイドは撮影中の事故で親指と人差し指を失っていた。それにもかかわらずこの映画ではビルの壁をよじ登る危険なスタントをこなした。この作品は2019年にパブリックドメインになった。 ハロルドは恋人のミルドレッドと別れて大都市に出て立身出世を目指す。しかし、ハロルドが得た仕事はデパートの店員。それでも見栄を張り、故郷のミルドレッドに高価なプレゼントを送り続ける。ミルドレッドは恋人が成功したと思い、ハロルドに会いに来ることに。困ったハロルドだが店長がデパートの派手な宣伝がないか探していると聞きつける。 ハロルドは、友人のビルが壁登りしているのを思い出し、売り込む。かくて、大勢の人々が見守る中、ハロルドは、高層デパートの壁を登り出す。何度も落ちそうになるハロルドだが、登りきり、屋上で迎えてくれたミルドレッドと愛を誓う。時計の針に捕まるロイドの図は、ロイドのアイコンとなっているウィーンのインターコンテネントル、ホテルビエンナにあるロイドのオブジェスタントは、 ロイド本人が演じたが、一部分、例えばロープで吊るされる、ロングショットでは、サーカスのパフォーマーが代役を務めた。その中には、友人ビル役で出演しているビル・ストローザーもいる、劇中、彼が壁を登るシーンを、主人公が見たことが、クライマックスのビル登りのきっかけとなっている。また、ロイドの死後、スタントマンのハーベー・ケリーが、 自分もビル投範シーンでスタントをしたと公表し、どうやって成功したかをテムズテレビジョンのハリウッドで詳細に語っている。また、ビルに関しても、ロサンゼルスのファーストストリートからナインスストリートにある高さの違うビルを使ったり、メインのビルのファサードにマッチする屋根のセットを作ったり、建物がより高く見えるような映画のトリックが用いられている。この映画は1994年に、 アメリカ議会図書館により、アメリカ国立フィルム登録簿に加えられた。ありがとうございます。